こんにちは。365日レトルトカレーを食べ続けるおっさんです。今日食べるのは新宿中村屋インドカリービーフスパイシーです。新宿中村屋さんっていうのは、これを見ると日本のカリー文化発祥の店ということで、私は知らなかったんですけど、昭和2年から受け継がれている味わいにこれからも磨きをかけ伝え続けてまいりますということで、今でもおそらくこの老舗のお店が新宿にあるのでしょうか。楽しみです。それでは準備します。はい、新宿中村屋のインドカリービーフスパイシー出来上がりました。それではいただきます。新宿中村屋さん、日本のカリー文化発祥の店ということで、どんなお味なんでしょう。実際に食べる前は見た目と香りはごく普通のカレーの感じがしたんですけど、こうやって口にすると、オリジナルスパイスって書いてあるんですけど、ちょっと独特の味わいですね。辛さは5段階の4なんで、そこそこピリッとした辛みが感じられます。完食しました。ごちそうさまでした。食べてる途中で美味しいですっていうような言葉が出なかったんですけど、決して美味しくないわけじゃなくてですね、美味しかったです。ただいろんなレトルトカレーがいろいろとそれぞれ特徴のある中で、もう特に特徴のないですから、食べる人を選ばないというか、これぞカレー、さすが日本のカリー文化発祥のお店中村屋さんだけのことはあるかなと思います。きっとカレーが食べたくなったって時に食べたいカレーはこういうカレーだと思います。はい、それではまた次回明日お会いしましょう。さようなら。ゆるゆるクラブ TV チャンネル登録お願いします。